四千頭身の鈴木さんは自分を知りすぎてしまったアーティスト、こんな感じです。言いたいことが多すぎて大変なんだけど、自分の雰囲気を熟知した変態、この人に服の概念はありません。おそらくこの人は一人ファッションショーの主催者です。はい、まずこんな感じなんですけど、めちゃめちゃいろんな服着ますよね。しかもいろんな服の着方をするんですよ。なのに全部彼っぽい。これは自分のキャラクターを熟知してないとできないんです。特にこれなんて鈴木ザワールドがよく出ている。これ通常であればワイドパンツとか履きがちなんすよ。だけどそこでワイドパンツ合わせちゃうと、彼の持っている小ダサい、ちょっと田舎臭いような垢抜けてない雰囲気が消えちゃうんですよね。悪口じゃないからな。そしてこのキャップとスニーカーを合わせて、決めすぎない自分のかっこよさを前面に出してるんですよ。もう究極の変態ナルシストです。そしてこの袋、これ彼の中でファッションの一部らしいんですよ。同じことやってるやついたーっつって、俺すげえ嬉しかったんだよ。俺も結構ポップなファッションするときにコーラとか持ち歩いちゃったりするんだよね、アクセサリー代わりに。会って話してみて。